はいどうも、ケイキングです。今日はですね、貧乏神伝説、続きやっていきましょう。で、今ですね、ちょっと段上げまして、まあそれなんでかというと、ゼニオのね、次、屋敷に行くんですが、まあそこでね、ちょっと欲しいアイテムあったので、それだけ探索してきました。で、この元気シリーズね、はい、元気のふんどしを手に入れてきたと。で、今回はゼニオの屋敷をちょっと軽く、まあ探索して、まあ、プラスね、ちょっとレベル上げをしようかなと思います。はい、話す。情報は欲しくないか。100両で教えてやるぞ。まあ、何にしてもここ金ですからね。はい、一歩歩くごとに1両取られる。どうだ、美しい、お屋敷だろ。だ今が33190なんですが、はい、一歩歩くと、はい、33189。1両ね、取られます。いっぱい歩くことにね。で、この辺の敵が、まあ、入ったバカのとこね、ここが137で、で、104。経験値もらえて、まあ、次までが1906か。まあ、それでもね、まあ、戦闘回数こなせば、レベルはサクッと上がるんですが、はい、この辺もね、まあ93、まあ100近くもらえると。で、これね、つづら、まあ宝箱ですね、の前行くと、こうやって落とし穴があるんですよ。で、落ちるんですが、ここでね、まあかなり強い敵が出てきて、こいつじゃないです。こいつはお金を持ってるだけ、この金の鬼は。まあそいつを倒すのにちょっと元気シリーズが欲しかったんですよね。はい、こいつじゃないです。こいつはまあ金を持ってるだけですね。はい、OK。13ね。まあ、経験値は少ないです。で、この辺うろついてると、あ、来ました来ました。こいつです。ガワンバッチョ。こいつ。こいつがね、経験値かなり持ってるんですよ。41のね、打撃を受けた。これ元気シリーズなんでね、まあこれくらいで済んでるんですが、まあダメージ与えるのもね、まあ結構強くて、はい、まあむちゃくちゃ強いですよ。で、こいつをまあ倒したい。まあこいつが1匹だけ出てくるときあるんですけどね。はい、倒した。で、あとは金の鬼を倒して249で経験値、はい、514だ。これで一気に稼いでいく。はい、稼いでいきます。だからこの辺戦って、あ、来ましたね来ました、これ一体一体こういうの、これでもう500ですからね。これもうすぐね段上げることできるので、まあこいつで稼いで、まあボスのとこに向かうと。あぶね、まあただ次で倒せるので、よし大丈夫。術ですね。はい、回復しましょう。そしてまた戦う。あいつに話しかけたらね、戻れます。前回かな、救援でさ、助けに俺が来るかもしれねえみたいななんか言ってたやついたじゃないですか。救援隊だみたいな、あいつが助けに来てくれる。強いね、39。まあもうちょっとレベル上がればね、また楽になるんでね。2発で倒せるようになると、かなり楽なんですけどね。はい、倒した。ここで500、また手に入れて、次でレベルアップかな。はい、とりあえずまあ20まで上げますか。金の鬼。で、ちょっと城の探索も行こうかな。で、次回は最終回ですかね。まあ、ゼニオと対決。さあ、金の鬼か。まあ、お金はいらないですけどね。まあ、最後ね、ちょっとドンと金かかりますね。あと、そうですね。あと219。まあ、1体倒せば、
レベルアップ。金の鬼来るね。金の鬼すげえ出てくるじゃん。さあ来い、みんな待ってるぞ。おお、金の鬼か。いや、なんかもうちょっとあいつ出てきた気するんやけどね。金の鬼来ますね。あ、来た。じゃあこいつでちょっと20段にしてから、 OK かわした。はい、55。あ、金太の術いいですね。そういうことしてくれるとありがたい。はい、懲らしめた。で501、163、82になった。そして攻撃力13上がった。守備10、素早さ6。だこの辺はもう1上がるだけでかなり強くなりますね。はい、次はもう2200なので、まあここで戦えば、まあ、すぐレベル上げることはできる。でこの外伝はね、あの一番マックスで30段までなので、あ、こいつこいつ、はい、助けに来てくれた。ほらよっと。それじゃあまたピンチの時はいつでもお呼びください。よし、じゃあ行きましょうか。階段ありますね。まあこの辺戦いつつ、じゃあちょっと探索っていうかね、進みましょうか。まあ欲しい宝はね、あのないので。あ、千人のも捨ててしまったし、間違えた。A ボタン連打しとったらさ。はい、盗む。よし、オッケー。まあアイテム、まあ何もいらないですけどね、もう。で、ああいう宝取るときは、前に落とし穴があるので、もうここをですね、こうやって取るしかないです。一回階段。途中ね、話してくれてたやつがいたんですが、一回階段登ってから降りて、取ると。で、そんな感じですかね。こっちは、よし、じゃあ戦う。いや、もう進みますか。宝はまあいいですかね。はい、この辺も117。まあこの辺も適当に戦ってれば、まあレベル上がりますね。2000ちょっとでね、上がるので。まあ2体とかはね、術使って倒…違う。何使っとんやん。術使ってね、倒してもいいですし、一応全体術で、はい、受けるね。7ポイントか。この津波ですね、これで40両、40のダメージ、そして39のダメージで倒したと。あ、ここ一歩歩くごとにお金取られてるんですが、まあ、それ以上に稼げるんでね、もうガンガン貯まりますここで。はい、それじゃあね、進んでいきましょう。まあ、左に見えてた、ちらっと見えてたかな、階段ですね。金の鬼倒して、まあどんどん上の階に登っていくっていう感じですかね。はい、これも倒す。よし、 OK、 次行きましょう。で敵来るね。はい、じゃあこれちょっとやっちゃいます。144で、これもまっすぐ行くと落とし穴が落ちちゃうので、まあ、こっちですね、階段の方行って、取りたいならもう一回降りて、まあ、宝を取ると。そして次取っちゃう。術、
それじゃあ進んでいきましょう。敵が来るわ。ガンガン来ますね。ほんと4歩5歩歩いて敵来てみたいな。こっち。お、いい感じ感じ。あー、来るね。はい、倒して。で、次が、また階段ですね。登りたいんですが、はい、この辺もね、倒しておきましょう。まあ、装備もね、今強いですし、1ですよね、受けた。レベル上げることできそうじゃない？これ。今、残り400で、また上がりますね。あれも危ない。こっち。で、空いてる宝はね、宝箱っていうか、つづらはね、元気シリーズか、まあ、他もなんかちょこっと取ったやつあるので、まあ、それかですね。まあ、一番欲しいのはこの元気の杖とさ、ふんどしやね。これがあの、貧乏神のまあ最強装備ですね。よし、OK。ちょっと回復しとこうかな。はい、それじゃあさらにね、進みましょう。では行くとしよう。で、さらに来るね。金太鬼来た。津波使いましょうか。もうレベルも上がるので、術もガンガン使っちゃって大丈夫ですね。はい、9受けた。これね、装備整ってるんでこんな感じなんですけどね、20くらい受けてましたかね、最初来た時は。166で88、攻撃力が1、守備5、上がった。で、こっちか。さあ、これ倒して、さあ倒す。まあ、ボスって言ってもね、ソロなんでね、貧乏神のソロなんで、ワンキンターで回復しつつ、殴るみたいな感じでよかったよね。それしかないもんね。はい、行きましょう。こっちあっとんか、これ。はい、まあ、この辺も倒して、やっぱ仲間が欲しいね。あ、これいらないですね。はい。で、2体か。まあちょっと使おうかな。津波。40、40。7のダメージ。はい、7のダメージと。いや、強くなりました、これ。いや、ほんと最初に来たってこいつはきつかったんですよね。もう2体とか全滅でしたからね。はい、強くなりました。もうすぐ逃げてって感じでしたね。今7ポイントしかもう受けないですからね。正義のために戦う、それが貧乏神。こっちですね。あ、ここまで来ましたね。はい、で、あとはね、もうボス前なので、まあ、今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。